沖学園中学校、高等学校は、福岡県福岡市博多区竹下に2丁目にある私立、中学校、高等学校、学校法人沖学園は、1941年、沖四郎により開かれた、高和酒山道場をルーツとしている。戦後は、博多経理専門学校を経て、1958年、 優れた博多商人を育てたいという大き史によって、博多商業高等学校が創立された。博多商業高等学校では、地、伊佐を体の全人教育を通して豊かな人間形成を行ってきた。その後、1987年に公明を、沖学園高等学校と改め、普通科を開設し、1992年には、中高一貫校の高野館を開校した。 さらに1997年には、新しい時代のニーズに応えて、社会総合学科を開き、文部領土の興風のもと、産業界をはじめ、文化、スポーツ各分野において、多くの逸材を、これまでに排出している。創立者、大木い郎の言葉、四心必ず深忘れは、今なお興訓として生き続けている。より良き社会人の育成を理念として、 次の人格形成を目標にする。1. 高い教養に基づく豊かな情操と常に中東にして正しい人生観を持ち、心身ともに健全な人格を育成する。2. 国際化社会に対応できる国際感覚と平和、友好、協調の精神を堅持できる人格を育成する。3. 時代の社会を担うべき社会人として真摯の精神を富み、 想像力豊かな人格を育成する。4. 絶えず進歩する、産業界に即応できる、専門技術を習得し、地域社会に貢献できる人格を育成する。1. 教師の経験と良識を傾注し、人物第一主義の教育に徹する。2. 授業の充実を図り、学力の向上に努め、個々に応じた適切な指導を行う。3. 進学者については、 その素質能力を勘案し、適切な指導を行う。4. 生徒指導に万全を期し、自主的、協調的生活態度の育成と、規律正しい教育を行う。5. 各企業体への就職に万全を期し、産業人としての自覚を持った人間の育成に、努める。6. クラブ活動を強化し、個性の身長と特技の発揮に重点を置く指導をする。 校君は、四心である。自立心をもって、学校生活を送り、社会に出ても役立ってほしいという思いが込められている。四心は、以下の通りである。一、ありがたいという感謝の心一、はいという素直な心一、させていただくという奉仕の心一、すまなかったという残悔の心一、ホーマンさんの峰青草の風吹くところ。 こういう線手を取りていく山坂はしげくとも学びの道を、極めなむあわれら沖学園に、中川の水清よらかにの流れさざめくところ、こういう線気を合わせよしに、ご利口の深くとも、人の世の徳をさめなむあわれら沖学園さん、玄界灘の波地獄優と博多など読もすところ、こういう線形組み手十敗かに騒ぐとも、文化の花を咲かせな、むあわれら沖学園運動部文化部総合部、 同好会生徒の主な通学手段、最寄り鉄道駅など、ありがとうございます。